ティシアということは日本人だけに分かっていて後の人にも分からんでもいいんだということじゃなくて、国境を越えて人種を越えてどんなとこへ行ってもそうなくちゃならない、いつ誰がどこで考えてもそうだと言われるような理論というものを持つべきことだということを世界的視野と私は表現したのです。